はい、皆さんこんにちは。今日はうちの接骨院にある32センチ水槽の紹介をいたします。約2年半前ぐらいですね、うちの接骨院に私の趣味のアクアリウムのために、3台水槽を設置しました。で、ね、今は見えてないですけど、一番これね、3台の中の一番上に置いてある32センチ水槽になります。で、今中に入っているのがパロットファイヤーとスネークヘッドのチャンナプルクラで、下にさっき見えてたんですけどポリプテルスデルヘッジの3匹をね、ここに入れてます。まあ、ちょっと狭いですけどね。ただね、うちの接骨院ではね、患者さんから好評で、まあ、特に今泳いでたパロットファイヤーがね、ももちゃんって言うんですけど、すごい人気者のアイドルみたいな存在になっています。接骨院の水槽もね、こういう風に紹介していけたらなと思います。ご視聴ありがとうございました。ごきげんよう。